7月8日、愛南町未生 B&G 海洋センターで水泳記録会が開かれました。3年間中止を余儀なくされまして、今年は5年ぶりの開催となります。先生、私たち選手一同はいつも支えてくれる家族や先生方に感謝するとともに、今日この大会が開催されたことへの喜びをかみしめ、練習の成果を十分に発揮し、最後まで全力で泳ぐことを誓います。記録会には町内6つの小学校から60人が参加して、メドレーリレーなど27の種目で競い合いました。保護者や児童らの声援の中、出場した選手らは練習の成果を発揮したようです。